はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。V ライジングの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、凶暴なクマを倒したんで、次のビブラットですね。でちょっと録画外で、配置を変えました。ここにあったあの眷属の、棺を、上の方に、ここにちょっとした建物を作って、ここに今配置してるんですけども、79日目。録画外で、94% の、血液の人がいたんで、この人今、眷属にしている、変換している途中ですね。で、この人は変換が完了したんで、眷属になってもらって、では、次の V ブラッドですね。もうちょっとで玉座が作れるようになると思うんで、次の V ブラッドが、これですね。落ちたニコラス。黒魔術師。現在はアンデッドに囲まれて、暮らしている。実験用の不幸な被験者を連れ去ったりしている。倒すとパワーが2つと、書斎。では、血液を追跡。で、ここあれですね。投稿石。投稿石が取れる、ボスもいる場所ですね。リーチ持ってる 3%、5%、2%。あ、待って !100% いる待って、リあ、これ100%、これを殺さないようにしないと。よし、で、この人を、連れて帰ろう。よし。じゃあ一旦帰って。待って、リディア。アルファウルフと戦ってる。あ、待って、アルファウルフ負けたな。ああ。帰ろう帰ろう。よし。で、さっき眷属になってもらっ、もう一個棺作ってもいいんですけどね。じゃあこの人、この人に死んでもらって、終了。で、あ、
で、この 100% の人に入ってもらうと。よし、じゃあもう一回。まず投稿席の場所ですね。俺もいい位置を吸いたいんだけど、 8%、 こっちだ。 7%、 4%。 いないですね。8%、 2%、 21。 こっちだ。今 43% なんで、山賊キャンプ？35。惜しい。7%、 4%。 なかなかいないですね、リーチを持ってる人。ここっぽいですね。忘れ去られた墓地。残り9時間ぐらい。どっちだ？13%、 2%。 こっちかな。あー、スケルトン神父。これスケルトン召喚するんですよね。スケルトン魔導士。
初めてかも。レベル34。あと熊さん。危ない。なんだ。おお。霧がかかってて見えない。赤羽の地になかなか取れないですからね。これちょっと回収しながら。魔導士、いや本当見えない。びっくりした。いたのか。あぶね。あー、こいつ先読みしてま。偏差射撃みたいな感じで撃ってきた。こっちだ。あ、やばい、もう2時間しかないな。あ、でも墓場どうだったかな。昼でも大丈夫だったかな。つけてほしい。こいつは2回倒さないと死なないんで。一体ずつ安全に。あ、こいつ、なんだ、俺の動き読んでるな。
魔導士。やばい。どうなんだ、昼になったけど。この霧のおかげで大丈夫なのかな。あ、両手で構えた時は地面に発生するやつだ。で、片手は投げてくるやつ。これ先、あべ。よし。はあ。雑魚的に苦戦してるんだけど。だけど、まあ、日光は大丈夫。ん？スケルトン？なんか今スケルトン、あ、スケルトンがいる。レベル1。お酒。待って、まず雑魚、ちょっと待って、また召喚だ。もしかしてどんどん強くなっていくタイプ？あー、恐怖、恐怖です。いっ、なんだ、危ない、あー、食らってしまう。あったかわ、いっ、あめ、かわせない。今度はまたスケルトンか。レベル37のスケルトンなんだけど、しかも大量に。ぐるぐる大作戦で強っ。
危ない。これあれにすらよかったな、魔法、あのバウンドするやつ。数が多すぎる。危ない。無視した方がいいのかな、雑魚。痛い。視界が。いやー、これ止まらないな。夜になっちゃったよ。で、あ、くそ。かん、た。待って。危ねえ。ああ、しかもこいつらガードの役にもなる。あいって。強いな。しづらい。こいつら本当。待って、ぐるぐるしすぎて本当目回ってきた。あー、いつに当たらない。こいつ自体は多分そんなに強くないんだろうけど、周りが。そこ。うわ、いて。もうちょい。よし。いやー、ミストシグネット、いや、めっちゃ時間かかったな。やばい、腹減ってるよ。ああ。え、ここ大丈夫かな。お、一つがこれだ。ウォード・オブ・ザ・ダムド。移動速度が 10% 上昇。し、2秒間、
前方の近接、投降攻撃をブロック、吸収された攻撃は、それぞれスケルトンを召喚する。でもう一個はこれですね、それぞれ 40% の魔法ダメージを与え、対象ノックバック、で5秒間受けるダメージを 25% 増加させる。どうなんだろう。とりあえずじゃあまず使ってみて。で防御力ダウンしてるってことですよね。5秒間受けるダメージを 25% 増加。この間にもう一回近接を当てられればいいんだけど。でもう一個か。難しいな使うの。スケルトンが召喚されてるはずなんだけど。されてた今のやつかな。いてちょっと待って、雑魚的ちょっと使い勝手が、使いこなせると強いのかもしれないけど、だったらやっぱ今までのかな。よし、じゃあ帰ろう。ここの敵血を持ってないんで、とりあえず外に出て肉、生身の間、ちょっと、なんでも、またリディアいるよ。ちょっと待って。誰でもいい、血をくれ。3%、1%。死んじゃったよ。よし。で一旦まずヒール。
シンプルなキャンドルスタンド持ってたかな。よし、とりあえずまず一旦帰りましょう。よし、研究は？あ、持ってるか。じゃあ食べさせて、で、アンロックされたのが書斎。これだ。板が40、銅のインゴットと墓場のチリ、板が40、あ、すべて取るじゃない。何をやっている。よし、これで何ができるんだ。あ、でかい。とりあえずまずここに書斎。あー、スクロールでやるんだ。スクロールはない。前回なんか民兵倒した時ちょっと取れましたけどね。75で1個だ。75？ 今まだ2しかない。うん、はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。